バニラ忍者、バニラ忍者、バニラ忍者は、エストニア出身のガールズバンドで、ヨーロッパの多くの国々、特にドイツとオーストリアで人気がある。グループは2002年に結成し、翌年には、英語とエストニア語の曲を収録した、セルフタイトルアルバム、バニラ忍者をリリースした。ユーロビジョンソングコンテストに2度挑戦し、1度目はエストニア代表から漏れたが、 翌年のユーロビジョン2005では、スイス代表として出場し決勝まで進んだ。同時進行で行われた視聴者の投票では、彼女たちの歌ったクールバイブが途中までトップを走っていたものの、最終結果は8位だった。母国エストニアでは、同名のアイスクリームが発売されたほどの人気グループとなった。これまでに合計4枚のアルバムをリリースしている。また、コナミ社のゲーム、 グティハーフリックスダラマナヤシリーズにも楽曲を提供している。当初のメンバーは、マールヤ・キビと、デナ・クールマー、カトリン・シスカ、ピレット・ヤルビスの4人だったが、マールヤが2004年グループを去り、代わりにトリーヌ、キビ・ラーンがグループに入った。2006年の4作目のアルバム、ラブ・イズ・ウォー発表前に、トリーヌが脱退し、カトリン、デナ、ピレットの3人編成となった。 2002年、4人組のガールズバンドとして結成された。当初のメンバーは、マールやキビ、ボーカルズ、ベースと、レナクールマー、ボーカルズ、ギター、カトリン、シスカ、ボーカルズ、キーボード、ピレットやルビス、ボーカルズ、ギターだった。すべてのメンバーがそれぞれリードボーカルを担当できるが、マルーシャ・トレナーがリードボーカルを担当することが多い。結成時のプロデューサーは、 エストニアで有名なスウェン・ロームス、スウェン・ローマスだった。2002年、マルーシャはユーロビジョンのエストニア予選に出場し7位に入っていた。しかし、他のメンバーは表舞台に立った経験が全くなかったため、結成当初はキビがメンバーを引っ張っていた。ちなみに、このグループは人工的に立ち上げられたもので、デビュー前のメンバー同士のつながりは一切なかった。 2003年、ユーロビジョン2004のエストニア予選で、クラブカング風を歌ったバニラ忍者は、視聴者からの電話投票で他を圧倒したものの、他の国と違って、エストニアが審査員制度を取っていたために9位に終わり、ユーロビジョン出場はならなかった。歌手、ミシェル・ボール、マイケル・ボールらからなる審査員が、視聴者と白違った評価を下したのである。しかし、 エストニア予選への参加による知名度の向上と歌が持つ魅力が弾みになってメディアへの露出が増えた。そして2003年5月、ファーストアルバム、ベネラ忍者がリリースされるに至ってエストニアでの人気が爆発した。アルバムにはクラブカング・フーのオリジナルバージョンとリミックスバージョン、英語とエストニア語の新曲13曲が入っていた。グループは一気に 国内の有力アーティストになり、後に、ドイツ、スイス、オーストリアを中心に、国際的な舞台で活躍する道が開けた。エストニアでのデビューに続き、バニラ忍者は3つのドイツ語圏の国々、ドイツ、オーストリア、スイスに乗り込んだ。この地域では、まだ、デビューアルバムもシングル、クラブカング風も発売されていなかったが、代わりに、目新しさという点では、 控えめのポップロック、タフ、イナフという新曲を選んだ。ドイツでは2003年12月8日、オーストリアとスイスは遅れて、それぞれ2004年の1月4日と2月8日に発売された。この曲はミュージックビデオ専門のテレビチャンネルで多く放送され、ドイツとオーストリアの両方でトップ20にランクインした。ドイツでのデビューに成功すると、サードシングル、 Don't go to first をドイツとオーストリアで、それぞれ4月の4日と5日に発売した。スイスでは3月に発売したもののトップ100、ミスライルズ、ドイツ、オーストリアでもトップ20を逃した。2004年6月、タフイナフ、Don't go to first などを収録したセカンドルバム、トレイス・オブサドネスを発売した。3カ国でチャートの成績は振るわなかったが、そのうちのスイスでは、 少しずつ人気が出てきた。チャート成績もアルバムトレーシス・オブ・サドニスが14位にランクインされて上向きになってた。しかしバニラ・忍者がユーロビジョン2005にスイス代表として出場するという知らせは誰もが予想し得なかったことだった。スイスはここ数年来有力な候補が見つからず2004年代表の準決勝敗退が最高成績という苦しい状況にあった。 そこで、スイスとヨーロッパの両方で人気のあるバニラ忍者に目を蹴たのである。この発表は、当然エストニアの人々の怒りを買った。バニラ忍者は、祖国エストニアの代表であるべきであり、縁もゆかりもない国の代表になるのは許し難いと、いいのである。スイスでも反対の声が上がった。選考委員は、バニラ忍者の曲の大部分が、スイスの作家デイビッド・ブランです。 デビット・ブランズの作品だからスイス代表としての要素がいわけではないと弁明したが皮肉にもブランデスはスイスで生まれ育ったドイツ人だったところがスイス代表としてユーロビジョンに出場する計画は間もなく危機を迎えたマール・ジャ・キビが妊娠してグループを抜けてしまったのである代わりとして連れて来られたトリーヌ・キビラーンはまだ十五歳だったしかし ユーロビジョンは、1986年に13歳のサンドラ・キムが優勝して、以来、16歳未満の出場を禁止する規則を設けている。キビラーンは当初、交渉17歳としていたが、不審に思ったスイスの先行委が調査したところ、彼女の本当の誕生日が1989年1月13日だということが明らかになり、問題になったのである。 バニラ忍者のスイス代表の話は、ここで立ち消えになるかに思えた。しかし、スイスの選考委は、大会開催前に、彼女が16歳になることを理由に決定は、覆さないと決めた。大会主催者である、欧州放送連合も、自分たちの決めたルールに口出しはできなかった。しかしこの一件は選考委のやり方が強引だと思っている、人々の反発を買った。 ユーロビジョンの選考会の後、ニューシングル、ダイヤーでヨーロッパでの活動を続けた。ドイツとオーストリアでは、トップ20に入ったが、代表に選ばれたスイスでは43位に終わった。しかし、続く、新たなシングルは、彼女たち自身の最大のヒットになり、初のドイツトップ10まで押し上げた。中央での5枚目のシングルとなる、ベン・ザ・インディアンズ・クライは、グループにとって、初となる。 スローテンポで柔らかい曲調のバラードで、それまでのアップビートの曲とは、趣が違っていた。2004年9月にはドイツで8位、オーストリアで7位にランクインしたが、代表選定にまつわる、騒ぎのあった等のスイスでは期待したよりも伸びず、27位に終わった。この曲のミュージックビデオが、新メンバーの鳥犬、キビラーンのお披露目となった。 年齢より大人びて見える彼女はグループに溶け込んでいることをはっきりとし、5つも年が離れているメンバーたちとうまくやっていけないのではないかという憶測を封じ込めた。ちなみに、キビの代わりとしてキビラーンが選ばれた理由の一つは、キビに外見が似ているために早く他のメンバーと馴染めるのではないかと考えられたためだった。彼女たちの曲がドイツの上位チャートの常連になり、 ミュージックビデオ専門チャンネル VIVA でのオンエア回数が増えていくにつれ、バニラ忍者はドイツで最も活躍するアーティスト一つになった。セカンドアルバムからの When the Indians Cry に続く、サードアルバムからのニューシングル Blue Tattoo は前作に似た曲調でドイツでトップ10入りを果たし、オーストリアとスイスでも好成績を収めた。2004年の年末に、 ブルータトゥーで成功を収めると、メンバーはアジアツアーのために新曲リリースを3ヶ月休んだ。リバの You are Stars for Christmas という番組で主役を務め、When the Indians の歌詞を変更した楽曲である The Light of Hope を歌った。2005年3月、新曲 I Know は家庭内暴力を扱った少々議論の余地が残るビデオと共に発売された。 この曲はドイツでは13位、オーストリアでは17位をマークした。3枚目のアルバム、ブルータトーは、多くの他のヨーロッパの国々でも発売され、ドイツでは4位、ユーロビジョンの出場曲、クールバイブが収録されている影響で、スイスでもヒットした。アジアツアーで留守にしている間に、ユーロビジョンスイス代表の曲目は、クールバイブに決定したと発表された。 ユーロビジョンの規定に沿うように短い曲が選ばれたのだが反応は複雑だった。ポップロックとして良い曲だと考える人と、このバンドの最高の曲でもなければユーロビジョンにふさわしい曲でもないと考える人とに二分された。しかし、クールバイブは出足でつまずいた。歌詞と作曲を担当したデイビッド・ブランデスが、自分の担当したアーティストたちのシングルを大量に、 購入してドイツのチャートを操作してたという不祥事が発覚したのである。結果、クールバイブはドイツのチャートから抹消されてしまった。他に彼が大量に買ったとされるシングルにはバニラ忍者の前作ウェンザ・インディアンズ・クライの他にもユーロビジョンドイツ代表のグラシアが歌うラン・ハイドが含まれていた。まもなくグラシアはレコード会社から解雇され、 この二つのアーティストの売り上げは3週間ドイツのチャートに記録されないことになった。バニラ忍者は不正に関与していないことが分かったが、ベンザ・インディアンズ・クライの好調な売り上げがブランデスの大量購入に支えられていたかもしれないという事実はしこりを残す結果となった。前年のユーロビジョン準決勝でスイスが最下位だったために、 2005年3月19日に行われた準決勝では、ビグワムとズドブシズドブといった強豪たちと戦う羽目になった。スカンジナビア野球ユーゴスラビア圏の票は集まらなかったものの、見事決勝進出を果たしたが、5月21日の決勝での彼女たちのパフォーマンスはベストではなかったという向きもある。しかし、投票の前半では好調だった。 エストニア代表ではないにもかかわらず、母国からは満点の12ポイントが得られた。準決勝ですでにエストニア代表が敗退していたせいもあるがのみらず、ラトビアからも12ポイント獲得できた。しかし、ドイツから得られたのは4ポイントに過ぎなかった。オーストリアの反応はさらに冷たく、彼女たちに1ポイントも与えなかった。バニラ忍者は、 決勝ステージの3分の1が消化された時点でトップを走っていたが、徐々にランクを落とし、結果は8位だった。しかし、スイスにとってはここ数年来で最も良い成績で、来年の決勝への進出権を自動的に獲得した。2005年6月12日、シングル、クールバイブがスイスで発売されると、ユーロビジョンでの話題も手伝って17位にランクイン。 スイスでの最大のヒットになった。ドイツではブランデスの一件の影響で発売が延期され、7月2日にランクインしたが42位に終わり、オーストリアでも70位だった。2005年5月グループはバルチックタイムスが身のインタビューで、そもそも自分たちはポップロックスタイルのバンドとして出発したのであって、ジャンルはポップミュージックではない、そして これからは徐々に正当派のロックに移行していくと宣言した。2004年のシングルタフイナフはテレビゲームダンスダンスレボリューションウルトラミックスにとインザグルーブにも使われている。2012年7月28日にラトビア共和国のリガにて久々のライブを行った。バニラ忍者はリリースしたすべての曲でミュージックビデオを制作している。 トリーヌ・キビラーンが初登場したビデオは、ウェン・ザ・インディアンズ・クライで、それより、前のビデオにはグループを去った、マール・ジャ・キビが出ている。ウェン・ザ・インディアンズ・クライは、タフ・イ・ナフ、ブルー、タトゥーと並んで、最も人気の高いビデオである。最新作、クール・バイブは、2005年6月から7月にかけて、ヨーロッパのビデオ専門チャンネルで多く放送された。彼女たちのビデオは、 ドイツのビデオ専門チャンネルで人気があり、特に Viva での露出が多いがこれは珍しいことである。Viva はユニバーサルレコードと契約したアーティストのビデオを優先的に流す放送局として知られているのに、そのライバル会社、ソニーミュージック参加のブロスレコードと契約したバニラ忍者の映像を大々的に放送しているからである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。